全は、小一位、左大臣、増大上大臣。文部長の大法元年生六位上、うどねりに叙任されて関東に着く。大法二年中判事に任官するが、病を得て、翌大法三年中判事を辞任する。一年ほど養生したの後、大法四年大学助に任せられるが、当時藤原慶先都に伴って、人心慌ただしく。 学生は試産するなど大学寮が衰微していた。そこで、ムチマロは、大学等、くだらの子二騎士老具と共に赤学を招いて、継承と師書を交設させたところ、遠近の学者が集まり、再び大学寮は、充実したという。また、慶運2年2月の赤点のために、年功を積んだ受者であった、通りやすつぐに、後世の模範となる、赤点文を作成させたという。なお この石天文は日本に現存する最古のものである。かつて病気のために一年ほど感慨を離れていたこともあって、同年12月に一歳年下の弟、ふささきと同時に、十五位下に助諭する。よく慶運三年大学頭に承認するが、学生に、司教、諸教、来期、液教を学ばせて訓導するなど、引き続き、大学寮の発展に努めた。 和道元年図書カシ県自住にせんると、人身の乱以来散逸していた図書料の書籍について、民間に協力を求めて採集し、充実を図ったという。和道4年に再び、ふささきと同時に、15以上に除せられ、和道5年、大見守るに任せられ地方官にせんる。大見守る在職中の霊気2年寺院が所有する、田園の利益を占有するために、 多くの土地を分け取る一方で増営を行わず、虚偽の僧侶の名簿を提出している状態であるため、これを正し後期を引き締めるべき旨を尊重した。この尊重は許されるとともに、この尊重を受けて、りに混流された寺院の整理、統合を進めることや、断固士による寺院所有電時の私物化禁止などの寺院政策が行われている。 大見守る在職中の和道六年に国主としての実績が評価されて十四位下に除せられる。その後はムチマロが異界の上では先に昇進し、和道八年にムチマロが十四位上、ふささきは十四位下に、養老三年にはムチマロは正四位下、ふささきは十四位上にそれぞれ同時に昇進している。しかし、 この間の霊気三年ふささきが三義に任ぜられ、ムチマロに先んじて苦行となる。このため、藤原夫人の着難を兄のムチマロではなく、ふささきとする学説が出されたこともある。しかし、ムチマロが主に教官を通して昇進していたのに、対して、ふささきは文武天皇大僧の三領氏や東海道、東山道巡察しといった臨時職にしかついておらず、 少なくとも、房崎の参議人間までは、ムチマロが、着手として扱われていた様子がうかがわれる。さらに、ムチマロは、養老二年式部教、養老三年東宮府と相当位を超える官職に、任ぜられる。これは、房崎の参議人間に対応する人事であることは、明らかである。特に、東宮府への任官によって、藤原氏の切り札である皇太子、 首巫女の貢献役を担うことになるが、これは、巫女の外祖父でもある不人の地位と役割を、着難たるムチマロが継承することを約束されたことを、示すと考えられる。養老4年8月に、父の右大臣、藤原不人が皇居すると、翌養老5年正月に、ムチマロ、ふささき兄弟は揃って、 13位に昇進した上で、ムチマロは賛義を経ずに中納言に任官する。ムチマロは、大上官の赤字でも、ふ崎の上位となり、一躍藤原氏一族の中心的存在となる。一方で、同年10月には、元明上皇が、死の床で、右大臣、長屋王と共に、一回の賛義であったふ崎を召し入れて、工事を託し、さらに、ふ崎を、祖父。 藤原鎌足以来の内津臣に任じて、内外の政務を担当して、天皇を補佐するように命じる。この状況から、藤原氏主導の政権運営を施行するムチマロと、長屋王と連携しながら、内津臣として、内定で、政治力を発揮しつつ更新政治を維持しようとした、ふささきとの政治路線の違いがあったともされる。一方で、ふささき自身が、 内津臣の地位を求めたわけではなく、政治的野心もなかったことから、二人の関係は、破滅までには至らなかった。人気元年、聖武天皇の即位に伴い、ふささきと同時に、聖三位に少女される。天平元年左大臣、長屋王が、無本の疑いを受ける。そして、長屋王は、厳ない親王と諸生の将来と共に、自害させられる。 この長屋王の変は、2月10日に、無本の密告を受けると、直ちに、藤原馬海らに六 f の兵士数百人を引率させて、長屋王邸を包囲させ、翌11日にムチロは、後進勢力の大物であったとネり、日ッタ良両親王、大納言、ゴ治タ家守らを担ぎ出して、長屋王邸におむいて、休門を行い、12日には、長屋王と妻子を自害させ早くも変を、 集結させるという、容易周到な計画のもとに非常に速やかに、実行された。この辺の首謀者については、藤原四兄弟が協力して主導した。ムチマロが主導し、ふ崎以下の兄弟三人が役割を分担した。ムチマロが主導し、馬まマ,マロ兄弟が協力してふ崎は拉致外に置かれていた。の諸説がある。いずれにしても、ムチマロは、 長屋王に対する求門に参画するなど変で、中心的な役割を果たすとともに、変後に行われた任官でも大納言に昇進し、昇進面でふささきを大きく引き離して、藤原氏の氏の神としての立場を明確にした。なお、変後の主要人事がムチマロの昇進だけであったことも、ムチマロが乱を主導した説を補強する材料となっている。 天平2年8月に弟の馬会、マロを三義に昇進させて、犠牲官に加えることで藤原四氏政権を確立させる。天平3年7月に大納言、大友旅人の皇居によって、ムチマロは実質的に大上官の主犯となり、天平6年には、十二位、右大臣に至る。天平9年7月25日に当時流行していた天然党により皇居。 去年58、臨重の床にて、小一位、左大臣の神を授けられる。死の前日に、光明皇后が見舞いに訪れ、不法を聞いた、聖武天皇は羽茂る水を与えたという。天平年間に発生した天然島の大流行により、ムチマロイカ藤原四兄弟はいずれも倒れ、藤原氏の勢力は一時衰えた。 藤原中丸政権下の天平法事4年になって、大城大臣を追蔵されている。弟の房崎に比べると、政治的活動は、乏しいとも言われていたが、大学頭だった時代に、大学制度の設立に尽くすなど、文教行政面での活躍は特筆すべきものがある。ムチマロ自身も深い教養の持ち主であり、聖武天皇の皇太子時代には、 家庭教師役に選ばれたこともあった。ムチマロの生涯を記したものとしては、富士鹿殿に収められたムチマロ殿があるが、道書は、ムチマロの検証を目的にしていることに注意を必要とする。奈良県五条市の境山寺裏山に墓所があり、これは、縁起式諸領,領の、後とあだぼにあたる。中期のないものは、俗に本記による。尊卑文脈による。 ありがとうございます。